ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、これ見てー。どうした霊夢？高級ホテル特集？そうなの、一度でいいからこんなところに泊まってみたいわ。確かにな、この部屋なんか一軒家並みじゃないか、一泊じゃ全部屋使えないな。でもこんな高級なところ超セレブでもないと無理よね、羨ましい。まあでもセレブだっていいことばっかりじゃないしな、常に注目されてるのって私は嫌だぜ。確かに。それじゃあ海外セレブの話でもしようか。聞いてみたいわ。じゃあ今回は突然他界した海外セレブ10選パート3を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目はエイミー・ワインハウスを紹介するぜ。彼女はイギリスのソウルミュージックやジャズに R&B のシンガーソングライターだったんだ。2011年に27歳で逝去してしまうらしいぞ。あまり聞いたことがないかも。ハスキーな歌声とビーハイブヘアがトレードマークになっていて、レディーガガもデビュー当時はその髪型を真似していたらしいぜ。全英で1位を取るほどの大ヒットもしているんだ。とても影響力のある女性だったのね。その一方で薬による中毒やアルコール依存症でもあってスキャンダルも絶えなかったんだ。リハビリ施設への入退所も繰り返していたみたいだな。それだけキャリアがあるのにもったいないわね。そしてついに2011年にロンドンの自宅で息を引き取っていたのを発見されたんだ。原因はアルコール中毒で寝室の床にはウォッカの空き瓶が2本もあったらしいぜ。アルコールも節度を持たないといけないわよね。二人目はホイットニー・ヒューストンを紹介するぜ。彼女はアメリカの歌手で女優だったんだ。2012年に48歳で逝去してしまうらしいぞ。ボディーガードを見たことあるわよ。とっても素敵だったわ。だけど2000年にハワイの空港で違法な薬を所持していたことで拘束されたんだ。その後薬を常用していることを告白したり、夫の逮捕などでその人気は低迷してしまうらしいぜ。そうだったのね。そして2012年にビバリーヒルトンホテルの客室の浴槽の中にいたのを発見されるんだ。20分間にわたって救命措置を施されたんだけど息を引き取ってしまったみたいだな。調査の結果、体内から違法な薬の成分が検出されて、入浴中に薬の影響で心臓発作を起こして沈んでしまったんだろうってことだぜ。どんなに素敵な人でも違法な薬は良くないわね。3人目はセイジ・スタローンを紹介するぜ。彼はロサンゼルス出身の俳優でシルベスター・スタローンの息子なんだ。2012年に36歳で急逝してしまうらしいぞ。シルベスター・スタローンの息子も俳優だったのね。デビュー作は1990年のロッキー5最後のドラマでロッキーの息子役だったんだぜ。そうなのね、だったら見ているわ。1996年に映画デイライトで再度父親と共演しているぜ。だけど本人のキャリアとしては脇役ばかりだったみたいだな。七光を利用しなかったってことなのかしら。2012年にハリウッドの自宅で息を引き取っているのを発見されるんだ。当初は原因もわからなかったらしいぜ。それは家族も心配になるわね。だけどその後の調査で心臓発作だったってことが判明したんだ。まだ若くても何があるかわからないわね。4人目はコリー・モンキスを紹介するぜ。彼はカナダ出身の俳優で歌手だったんだ。2013年に31歳で逝去してしまうらしいぞ。何に出演していた人かしら？私でも知っている？テレビドラマシリーズのグリーのフィン・ハドソン役だな。この作品で一気に知名度が上がったんだ。グリーはすごく人気があったものね。全部は見れていないけど。だいぶ長い作品だもんな。だけど、コリー・モンキスはそのシーズンの途中で、バンクーバーにあるホテルの部屋で息を引き取っているのを発見されているんだ。そうなのね。そこには違法な薬を使用した痕跡とシャンパンの空き瓶が2本あったんだ。原因は薬とアルコールの混合中毒ってことみたいだな。どうしてそこに頼ってしまうのかしら。コリー・モンキスが急逝したことから、グリーの脚本も書き換えられることになったんだ。第5シーズンの第3話で彼の役のフィンが命を落とす脚本になっているぜ。フィンのファンも残念で仕方なかったでしょうね。5人目はポール・ウォーカーを紹介するぜ。彼はアメリカの俳優でブラジリアン柔術もたしなんでいたんだ。2013年に40歳で急逝してしまうらしいぞ。知っているわ、ワイルドスピードの役者さんよね。そうだぜ、高校時代はアルバイト感覚で俳優をしていたんだけど、そのルックスからティーンの間で人気が出るんだ。イケメンだものね。だけど、ワイルドスピードシリーズの第7作目の撮影期間中に事故によって命を落としてしまうんだ。撮影中の事故ってこと？映画とは全く関係ないんだけど自動車事故らしいぞ。それはちょっと皮肉な話ね。彼はフィリピンの台風被災者のために、チャリティーイベントに参加していたんだ。だけどその帰り道に、友人でレーシングドライバーのロジャー・ロダスの運転する車で事故に遭ってしまうんだ。レーサーの運転だったら安心してしまいそうだわ。原因はスピードの出しすぎだったんだ。時速 160km のスピードが出ていたらしいぜ。いくらレーサーでもやりすぎよ。
コンクリート製の街灯や街路樹に衝突してそのまま車は爆発炎上してしまったんだ。遺作となったワイルドスピードの第7作目は一部 CG や合成、代役で公開されているぜ。本人が運転していたわけではないけれどスピードを緩めることはできなかったのかしら。6人目はロビン・ウィリアムズを紹介するぜ。彼はアメリカの俳優でコメディアンなんだ。2014年に63歳で逝去してしまうらしいぞ。キャリアのある方なのかしら。映画ポパイでデビューの後、即興のスキルと多彩な声で声優でも出演しているぜ。ミセス・ダウトでの女装する中年男性役やアニメアラジンのジーニー役のほか、いろいろな場面で存在感を示しているぞ。ファミリー向けに人気の俳優さんだったのね。その一方でシリアスな役でも高評価の役者だったんだ。最高な役にも定評があったんだぜ。実力者って感じなのね。だけど一時期はアルコール依存症を患ってリハビリセンターにも入院したり、心臓の手術や晩年にはパーキンソン病とレビー小体型認知症といった病気にも悩まされていたみたいだぜ。病気は誰にでもやってきてしまうのね。そして2014年にカリフォルニアの自宅で自害してしまうんだ。その頃ロビン・ウィリアムズは鬱状態でもあったらしいぜ。じゃあ病気とかを苦にしてってことなのかしら。彼の娘のゼルダは憶測では原因を語れないと語っているぜ。当人しかわからないこともあるわよね。ってゼルダって名前なの？そうなんだ。ロビン・ウィリアムズはゼルダの伝説のファンで娘の名前をゼルダにしたんだ。任天堂 3DS 用ソフトゼルダの伝説時のオカリナ 3D の海外 CM で親子共演も果たしているぜ。なんだかそういうのって嬉しいわね。7人目はデビッド・ボーイを紹介するぜ。彼はイングランド出身のミュージシャンで俳優なんだ。2016年に69歳で他界してしまうらしいぞ。彼もとても有名よね。ポピュラー音楽の分野で世界的名声を得るとともに役者としても成功して、受賞実績も数多く持つまさにマルチアーティストだな。長く海外の芸能界を牽引していたイメージだわ。そうだよな。だけどずっと意欲的に活動してきたデビッド・ボーイなんだけど、2004年にネバーゲットオールドをリリースしてから創作活動に消極的になってしまうんだ。そんなこともあったのね。何か理由があったの？2003年のツアー中に動脈瘤による胸の痛みで緊急入院することになるんだ。そして予定されていた残り14公演は中止されたらしいぜ。走り続けていたところでつまずいちゃったら意欲が湧かなくなっても仕方ないのかもね。だけど2013年の66歳になる誕生日に突如として新曲とニューアルバムの発売を発表したんだ。この新曲はリリースから24時間で27カ国の iTunes チャート1位になったんだぜ。華麗なる復活ね。デビッド・ボーイの10秒説を信じてトリビュートソングを作成していたミュージシャンもいたくらいだから、この突然の復帰は相当驚かれたみたいだな。それはそれでちょっと失礼というか、でも本当に病気だったの？ああ、2016年1月10日に肝がんによって命を落としてしまうんだ。末期がんだと知ったのはその3ヶ月前だったらしいから、体調はずっと良くはなかったんじゃないかと思われるぜ。それまでがんだってことはわからなかったのね。他界する2日前はちょうど彼の69歳の誕生日で、その日にはブラックスターってアルバムも発売したばかりだったんだぜ。最後まで精力的だったのね。8人目はプリンスを紹介するぜ。彼はアメリカのミュージシャンだったんだ。2016年に57歳で急逝してしまうらしいぞ。王子様なの？プリンスは本名だぜ。フルネームはプリンス・ロジャーズ・ネルソンなんだ。本物の王子様なのね。彼は音楽に関してまさに天才だったんだ。ピアノやドラムにギターはもちろん、20種類もの楽器を演奏することができたらしいぞ。作詞作曲、歌唱、演奏、レコーディング、プロデュースまで一人でこなせるマルチプレイヤーだったんだぜ。すごい。しかも、ギターの神様と言われたエリック・クラプトンに世界最高のギタリストの気分について質問した際には、プリンスに聞いてくれと言われるほどだったんだ。同業者からも認められる本物だったってことね。若い頃は大人なイメージで売っていたから、当時のファンはそっちのイメージが強いかもな。日本のファンからはその名前から天下って呼ばれているんだぜ。熱狂的なファン層が想像できるわ。2016年4月15日に自家用ジェットで移動中にインフルエンザによって体調が悪化して病院に搬送されるんだ。インフルエンザもやっぱり怖いわね。だけど翌日には自身の所有するペイズリーパークスタジオで行われたダンスパーティーでファンの前に姿を現しているんだ。大したことなかったのかしら？でもインフルエンザで人前に出るのは良くないわね。それはそうだな。そして、4月21日の早朝にペイズリーパークスタジオのエレベーターで倒れているのを発見されるんだ。検視の結果、原因は鎮痛剤の過剰投与による中毒だったと報告されているぜ。やっぱりインフルエンザが辛かったのかしら？9人目はジョージ・マイケルを紹介するぜ。彼はイギリス出身のシンガーソングライターだったんだ。
2016年に53歳で他界してしまうらしいぞ。どんな歌手だったのかしら。当初はポップデュオ、ワム、としてデビューするんだ。ワム、として活動中も数々のヒットを飛ばすんだけど、才能に恵まれていたジョージ・マイケルはソロ活動を希望して解散に至るんだぜ。自分だけの力でやってみたかったのかしら。ジョージ・マイケルっていうのは芸名なんだけど、これは子供時代の内気な性格が起因しているんだ。ふむふむ。内気だった少年の頃の彼は心の中にジョージ・マイケルっていう架空のヒーローを作り出したんだ。デビューを果たしてからもジョージ・マイケルはもう一人の自分であるとしてこの名前で活動をするんだぜ。別人になることで自信が湧いてくることってあるわよね。ある種の変身願望みたいなものなのかしら。そうかもしれないな。ワム、時代から武将ヒゲを生やすようになるんだけど、ソロになってからはこのヒゲ姿がトレードマークになっているぜ。ワイルド路線ね。だけど1998年に一度公然わいせつで逮捕されているんだ。これについては自らミュージックビデオでパロディにもしているぞ。同性愛であることもカミングアウトしているぜ。逮捕の内容に関しては笑い話にしてはいけない気がするけど。2011年には一度危険な状態も経験しているんだけど、彼は復活したんだ。その時はウイルス感染が原因でコンサートが中止になっているみたいだな。本当にウイルスって侮れないわね。その時の入院では一時意識不明になるほどの重篤な状態で気管切開も受けていたらしいぜ。退院後の記者会見では病院スタッフに感謝を込めてコンサートに無料招待したいと語っているんだ。歌手が気管切開をするって相当不安だったでしょうね。その後2012年にはロンドンオリンピックの閉会式でも歌を披露しているんだ。だけど2016年12月25日にイングランドの自宅で息を引き取ってしまうらしいぞ。せっかく復活を果たしたのに残念ね。しかも、クリスマスだったのね。検視官の見解では、拡張型心筋症、心筋炎、脂肪肝の症状が見られた、とされているぜ。なるべくして自然に息を引き取られたってことね。ジョージ・マイケルは生前数々の慈善活動を匿名で行っていたんだ。不治療の女性や、借金苦の学生に寄付したり、ホームレスのシェルターでボランティアをしたりしていたんだけど、これらは彼の希望で他界するまで秘密だったんだぜ。声高にボランティアをするより好感が持てるわね。10人目は、チェスター・ベニントンを紹介するぜ。彼はアメリカの歌手で、リンキンパークの、ボーカルを務めていたんだ。2017年に41歳で急逝してしまうらしいぞ。リンキンパークは有名なバンドよね。ああ、チェスター・ベニントンは驚異的なシャウトとバラードでの魅力的な声が特徴だったんだ。ある時、どうすればそのような声が出せるのか、っていうインタビューに対して、なんでこんな声が出せるのか自分でもよくわからない、って答えているぜ。天才肌だったのね。リンキンパークでの成功の裏で彼は私生活には悩みが多かったんだ。幼少期に受けた性的な乱が原因でデビュー前までは違法な薬やアルコールに溺れていた時期もあったらしいぜ。そうなのね。だけど17歳の時に看護師でもあった母親に気づいてもらうことができたんだ。後には中毒症状も克服して薬の使用については非難していたんだけど、2005年に離婚してからは再びアルコール依存症やうつ病に悩まされていたんだ。その頃に救ってくれる人はいなかったのね。そして、2017年にロサンゼルスの自宅で自害していたのを発見されるんだ。この時家族は外出中だったらしいぜ。悔やんでも仕方ないんだけれど誰かがいてくれたら、と考えちゃうわね。しかも、彼が他界したその日は親友でもあった、クリス・コーネルの誕生日で彼もまた2ヶ月前に、自害していたんだ。チェスター・ベニントンは、クリス・コーネルの、息子の大夫も務めていたらしいぜ。大夫って、里親とかってこと？いや、キリスト教で洗礼式に立ち会って神に対する契約の証人となる役割の人のことだな。とにかくとても親しい関係だったのね。ちなみに、チェスター・ベニントンは毛皮に対する反対活動もしていて、僕たちはこの世界の全ての生き物に敬意を示す必要がある、と語っているぜ。間違った選択もあったけどきっととても優しい人だったのね。セレブでお金はあっても悩みは尽きないものなんだな。ということで、突然他界した海外セレブ10選パート3を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。